はい、皆さんこんにちは。ドイツアップスタースターズの馬場です。そして、はい、ガサクレです。山本です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は、はい、ネクソンさんから5月29日にリリース予定のオーバーヒットをね、遊んでいきたいと思います。はい、すごい。もうすぐよ。我々はまあ、生放送あったからね。ありましたね。先行プレイ生放送はね、はい、最速ね。まずはね、ちょっと PV あるんで、PV から見ていきましょう。はい。かつて、世界を救った英雄たちがいた。彼らとの開口は宿命。過去を超え、己を超えろ。聖女を守るのが騎士の使命なんだろう。あいつらを片付けるぞ。大丈夫、私だってちゃんと戦えるから。ソフィア様、できるだけ私から離れないようにお願いします。こいつは俺の獲物だ。お前らは手を出すな。たあいもない奴らじゃな、肩慣らしにもなら。100体を超えるプレイアブルキャラクター、その全てに物語がある。自分だけの英雄の育成、アビリティシステム、フレンドと協力して巨大なボスを攻略する討伐戦、複数のチームを編成し連続でステージをクリアする探査、他のプレイヤーと戦える対人戦闘技場、多彩な世界観とスキルを持ったヒーローたちを駆使し、あらゆるバトルに勝利しろ。飛空艇で旅する様々な世界。僕たちがしっかりしなくちゃいけないってことだな。よろしくね、アッシュ君。未だかつて体験したことのないシネマティックヒーローバトル、すべてのバトルがここにある。オーバーヒット。はーい、ということでどうすかこのゲーム。 PV 用のさ、ムービーだと思うでしょ。うん、うん、だいたいゲーム画面だからこれキャラもさ、超かっけーしさ、うん、強いわね。しかも100体でしょ。100体以上で、以上か。いやでもなんか操作も簡単でね、うんうん、あ、遊べるらしいね。シネマティックスキル、シネマティックスキルですね、はい、そう思う、はい、ド派手な技、映画のような技と呼ばれる、はい、いやかっこよかったね、はい、早速じゃあ我々もやっていきましょうかね。はい、はい、ウェブ。あ、これが、お、アッシュくん、アッシュくん、アッシュくん、主人公的存在だ。そうですね、こう右上から引退できますから、はい、押せない、押せないからね。なんで引退させようとするの。 3D モード、3D モードだね、3D モードだね、はい、常に切り替えられますね。男は背中で語る。スキルのね、カメラのマークを押すとね、おカメラ、カメラをチェックできますから。え、おーよ、実際に戦う、ね、ここでね、見れるのね、すごいスキルをね。いいですか、スキル打って。まあ、ちょっとさ、じゃあ決着の時だ。あ、うおー、かっこいい。おー、ぶっ飛ばした。いやー、素晴らしい。いや、これは人だまりもないですね。ぶっ飛ばしてるじゃん。ちゃんとなんかダメージとか見えるんだね。ダメ、そう、そういうの考えると攻撃力減少で、まあ、でも、このスキルがもう英雄の分だけ演出それぞれ、もうカメラワークも、じゃあもう一回カメラワークも、もう確かに確かに、もうグリューンと、アシ君はもうこうだけど、もうこういうのやったね、これ。いや、待って、ちょ、いろんなキャラ見て、いろんなキャラ見て、いろんなキャラ、かわいいやつ見せてくれ。かわいいやつがいいですか。かわいいやつ、しょうがないな、マジで。あ、いいじゃん。その件は公表。おおおお、天命の時は来た。下からね、離して、やべえ、この技。グレイザーガーガー。あ、これはね、回復グロすげえ、これひとたまりもないですね、敵も。そうかと、これ左側のスキルも見れるの。左側のスキルも見れますね。あ、これもちゃんとね、はい、シネマティックすげえるんだよ。そこではないけど、あ、まだ、あ、俺来た、十分跳ねて、おお、かっけー、いいじゃん。いや、いいです。じゃあ他も見ていいですか。いいよ、他も見ていいですか。魔法とか見たいよね。あー、分かる分かる分かる。ほら、あー、男やないかい。いや、でも、かっこいいから。だってもう、地球よりでかいもん。いや、なんか地球支配してる感あるね、確かに。行くぞ、行くぞ。見るがいい、見るがいい。グラビテーションシンジュラリティ、重力圧縮。あ、地球、あ、地球が持ってた、持ってた。俺たちの地球が、おお、はあ、なるほどね、なるほどね。左のスキルか。いや、マジ技が一つ一つかっけえ、マジで。ディスグラビティ、あ、あ、ディスグラビティ、重力操る。
あ、もうこのスキルですね。かっこいいじゃん、ね、すげえな、アンノンさん。すげえスキル使う。こいつはマガマガしすぎる。存在感。じゃあまずこれ左側にあるから、普通の出てきた。アンノンですよ。アンノンだ。出てきた。入ってた怖い。怖い。じゃあいきますよ。はい、してくれ。シャドウザワール。苦しいよね。苦しいよね。今楽にしてやる。うわあ、かっけえな。こいつめっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。いや、これファン増えるよ。え、強化とかってどんな強化があるの？ちょっともう一回見せて。あ、アノンで見ます、じゃあ。うん、はい。で、まあ強化ね。はい、強化もこれ、一旦左から3種類ありますが。はい。はい。これで素材を選んで、これはそもそも素材を入れて、入れていくって強化するやつですね。そのレベル上げみたいな感じ。レベル上げですね。はいはいはい、なるほどね。なるほど。はい、でもう一つがグレードアップ。このグレード D から C。 あ、これなんか素材が必要な、素材を入れてもうアップできると。はい、はい、そして限界突破、突レベル上限が上がる。おお、はいはい、はい、同一の栄養素材にすることで限界突破できる、はい、なるほど、ね、アンノンをいっぱい集めて、そう、アンノンをいっぱい集めれば、はい、重ねる感じね。まあそれでなんか被っても OK みたいな、はい、あ、いいっすね、それ無駄にならないっていうね。最大レベルも上がる。で、スキル、スキル、はい、限界突破。あ、なるほどね。限界突破した後にスキルことだ。なるほど。上限があるから。で、アビリティもあると。はい、おお、なるほどね。すごいっすよね。すごいな。はい、で、まあ自分の好みの感じに変えていくと。そうですね。いけるですね。なんかあるかな、なんかあるかな。なんかすげえ、すげえ強いアンノーンのあるから。アンノーンのユニーク、そう、ユニークアビリティあるかもしれないから。すげえあるかもしれん。実際アンノーン引きたくない？あの人。ああ、確かにね。アンノーン飛行。じゃあガチャいきますか。いい、はい、早速。じゃあガチャいきましょう。よいしょ。さあ、じゃあ10回。10回でしょ。もう今10回10連10回。分かった、ね、アンノーン5位。3万連ぐらいできる。おっ、これはゴールデン。お願いします。おっ、おグレープ。かっけえじゃん、こいつ。近い、近い。かっこよくないですか。近いの黒だけじゃねえ。近いの。そうですね。近い。ちゃんとです。おぉ、すげえ。かっけえ。これ。めっちゃ強そう。タフ。国力団、団長やで。団長やで。いや、これ、絶対強いでしょ。うん。ちょっと、SSR 引けてる時点で。あ、引いていいですか。あ、じゃあ、おい、いいよ。引きたくなっちゃった、今。あ、はい。あ、もうこれ、あれ分かんないけどね。じゃあ、アンノーン引いてくださいよ。アンノーン引きてえよ、俺も。アンノーンというか、もう SSR すら引けず、これ。頑張るぞ。あ、可愛いゴーレム出ちゃった。あ、下の方に。あ、可愛いゴーレムだ。ピカゾー出た。ピカゾー。いたな、ピカゾー。一旦戻って、戻るね、からの引く。はい。大園さんも小細工するようになったか。引く？おい、やばいな。まあ、やっぱり持っていたのは、ミヤゴーと。いうことですか。みんな下手すぎないですか。大丈夫。うわっ、すまれてるじゃん、俺らね。えっ、 SS。 おぉ、シュリアと申します。おぉ、妖精王だぜ。キングだぜ。後ろにごっついやついるから。あ、そっち、そっち、そっちが。おぉ、王だ、王だもんね。後ろのやつっぽいな。じゃあ、S 見、S。お、お、願ってる、願ってる。おお、やっぱ、ほら、こいつだ。こいつがおみぃ。お妖精を守ってるやつだ。じゃあ、いきますよ。はい、大丈夫ですか。はい、誰ですか。お、かわいい。聖女。はいはいはい。なっちゃう。どういう美しいんだ、これ。すごい大きいよ、ほんと大きいね。ほら、月、あ、月より2回減る。すぐ月。あ、やばい、やばい。おお、逆光になってるね。いや、え、すげえな、マジで。もうほら、帯を見て、このカスタマスでさえ持ってなかった。ほんとだ、ほんとだ、10だ。すげえ、すごい。じゃあ、結構キャラ引いたんで、いよいよ、じゃあちょっと戦闘バトルの方にね、よっしゃ、いきましょうかね。じゃあ、はい、さあ、じゃあバトルいきたいと思いますけども、はい、うちのチームをね、編成いたしました。お、こんな感じで。女子しかいないやないかい。女子しかいないです。はい、ほんとこの女好きは。人形とかも変わりますからね。おお、どこどこ、人形、人形、人形、これいいんすか。フォーメーションチェンジでいいんすか。変えた方がいいか。
あ、なるほどね。結構大事かもしれんけど、今はよくわからんからこのままにしよう。図鑑で、ちゃんとね、これこの今まで見たストーリーとかも見れるという。はい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 。見合わせる。ちょっとこれちょっと見てみて、ちょっとね。これが見える。はい、1の1。誰も見える。3D なんだ。3D。3D。3D ね。3D な。もうだってこれ。3歳だと。ね。ほら、もうこれプロモーションビデオでこの画面とか使われてなかったこれ。確かにあったよね、うん、あーすごい。もういやだからあれだよね、普通のストーリーもこんな感じでね、綺麗な、うん、いやすごいっすね、ほんと感じ進んでいくってことだね。ぜひ皆さん、はい、ご自身の目でご確認いただければと思います。そうですね、思います。ということで、私は挑もうか。いや、挑んでください。じゃあ1の2で、1の2ぐらいが多分程よいと思ってね、フレンドぐらいちょっと男にしていきます。はい、はい、ほらほら、うわめっちゃ綺麗。おー、これね、あの、オートとかで対策があるんで、はいはいはい、まあ、それ、あの、一旦あのオフにして楽しむといいかもしれないですね。なるほどね。はい、なんかもう、周回慣れしてるところとかはね、あんなそんな言い方じゃないの、あんな。おお、攻撃力増加。ちょっとスキル使ってみようかな。いけ、使ってください。オートにしないから、多分。ほい、使ってください。予約した、予約した。予約した。おお、強っ。待って背景も吹き飛んじゃったけど、背景も動きましたね、今ね。出血しました。さあ、硬そうだよ。楽しませてくれ、俺を。めっちゃ叩いてる、俺楽しませてくれ。さあ、いけ。この近寄ってきたところに追いついているんだね。レゾナンス。いけ、来た。あ、好きだ。ひでやつ。けなんちゃん、すごい。やりすぎやりすぎ、俺たちの地球だ。あいつらしかやってないから、あいつらしかやってない。じゃあ、すごい穴が開いた。ピン。おー、滅ぼしたかと思ったわ。すげえな。月からの攻撃ってこと？ね、そうなんだ。月の光を飛ばしてんじゃん。レーザーがピューンって。月が味方なんだ。さあ、レンドワーさん。ウィシュカさん、ウィシュカさん。レンドワーさん、見たいよ。いけ、レンちゃん、レンちゃん、いや、今出る。おお、飛んでる飛んでる。おお、爆発もしていく。おお、強い強い。こんなもんだよ、俺にかかれば。かっけえな、マジで。俺の手にかかれば。さあ、ただまだもう一個見てないね、指定あるんで。じゃあ、俺2番目の子。いや、お願いします。お願いします。じゃあ、行きましょう。スキル1打ちましたね。ドン。アークデイちゃん。おっ、なんかついてってる。おっ、これ壊した。さあ、えっ、えっ、後ろ、後ろ。ロックオンだけしたのね。なるほど、あとは任せたっつって。そういうことね。アンドロイドちゃんだね。すげえ。はい、おー、強い。まだまだいろんなスキルも見たいですけど、先頭はこんな感じで簡単操作でドアで楽しめるということですね。いろいろ見れてよかったです、うん、ありがとうございます。さあ、バトル終わりましたけども、はい、さっきね、あのメインストーリーだけじゃなくて、はいはい、キャラのところにもね、シナリオがございました。なるほど。さっきこれ、あの我々大活躍させてるルナちゃん。いや、ルナちゃん。もうルナさんですね。いや、本当ちゃんとか呼べねえかもしんねえ。頼かったらもうすぐ撃たれるから、月から応援される。そのルナちゃんのシナリオとかもこうやって見れるんで。おお、いいっすね。これね、キャラに愛が芽生えますよね、より。そうね。いや、それマジ大事なんよ。自分のお気に入りのキャラがどんなね、やっぱルナさんがどうしてこんな力を持ったのかとか、そう、なんで月から知るかもしれない。そうね、月と友達ぜひチェックしていただいて、はい、愛を深めてください。これね、皆さんだけじゃないからね、もちろんね。そうね、他のキャラもあるということですよね。はい、お楽しみに。一人には入ってるよということですね。さあ、ということで遊んできましたけども、おい、どうでしたか。いや、やっぱりすごいでしょ。あ、ちいちがわかんない。すごいでしょうかね。いや、でも今回
ました。初めて、はい、こんながっつり晒してもらいましたけど ねシンプルながらに奥深いね、好きなタイミングとかも、うん、そうだね結構、うん、何笑ってんの真面目かでも俺はやっぱ必殺技っしょ。いやでも俺もね、キャラね、俺のスキルそんなにさ、いろんなの見たことなかったから、あんなスキルあるんだっつうのがね。いやマジ楽しいっすよねああいうスキル見れるだけでも、こういうことなんだよ、ね、そう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 、ってね。いやでも俺もさ、やっぱこういうね、なんか世界とかにもし入れたら、はい、だいぶやっぱ肌とかもツヤツヤしちゃうんじゃない。いや無理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 。いけたら、もし実際アッシュはだいたいババゾノさんみたいなこと。あ、そういうことそういうこと。あババゾノだいぶ修正されていくからなるほどなるほど、確かに確かに。いやでも、まあもし入ってたら面白いですね。ね、そういうね、俺バボトさん購入するとすげえくるくる回すよそんなね、オーバーヒット、はい、5月29日リリース予定ということなんでね、はい、ぜひ、オーバーヒット遊んでみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう。バイバイ。